ビディンは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ビディン州に属し、その州都である。セルビア及び、ルーマニアとの国境にほど近い。ビディンは、ブルガリアの北西端に位置するブルガリアのドナウ川の、重要な港であり、ドナウ川の南端に位置している。フェリーボート連絡船によって、対岸のルーマニアの都市、カラファトと結ばれている。 両都市はおよそ2キロメートル離れている。ビディンは人口規模ではブルガリアで19番目の町であるが、第二次世界大戦の間には深刻な人口問題を経験している。ビディンとその北にはブラフ人も住んでいる。古いルーマニア語での町の故障はディーユであった。ビディン近郊にはドゥノニアと呼ばれる古いケルト人の集落があり、 ここには後に古代ローマ人の要塞家都市ボノーニアが建造された。町はやがてブルガリア北西部とセルビア東部に位置し46年まで続いた上もエシアの重要な拠点となった。スラブ人がこの地域に居住し始めた頃、彼らはこの地をビディーンあるいはブディーンと呼んだ。現在の町の名前もこれに由来している。 ビディン中心部聖デメトリウス聖堂ババビダ要塞。ビディンから見たドナウガはビディンの主要内産であるババビダ。要塞は、10世紀から14世紀にかけて作られた。中世において、ビディンは、ブルガリアの重要な都市であり、主教座が置かれ、地域の中心地であった。971年から976年にかけて、町は、第一次ブルガリア帝国の皇帝。 サムイルの所領の中心地であった。1003年には、地元の司教の反抗のため、ビディンは8ヶ月に及ぶ、包囲の後に、ビザンティン帝国のバシレオス2世に征服された。ビディンは、第二次ブルガリア帝国の牧興期には、再び重要な町となり、町を統治する者は、帝国の重要人物となり、いくらかの皇帝を排出した。13世紀中頃、町は、 シシュマン家に統治された。1356年、ブルガリア皇帝のイヴァン・アレクサンダルは、ビディンを、ブルガリア本国から切り離し、息子イヴァン・スラツィミルを、都市国家、ビディン王国の君主とした。1365年、ビディン王国は、マジャル人の十字軍に占領された。ハンガリー王国の統治下で、町は、ボドニと呼ばれたものの、ハンガリーによる占領統治は、 長続きしなかった1369年、ブルガリア帝国の軍は、ハンガリー軍を駆逐したが、1393年には、ビディンは、その他の地域を含むすべてのブルガリアは、オスマン帝国に制圧された。これによって中世ブルガリア帝国は、終焉を迎える。ビディンはこの時、地元のブルガリア人によって統治され、 征服者のオスマン帝国のトルコ人の統治を受けなかった。オスマン帝国はドブルジャ、プリレップ、ベルバジトへも支配を拡大し、ビリンの自治独立は長続きしなかった。1396年のニコポリスの戦いでは、イバンスラチミルが兵力を集めて、スラブ人を助け、オスマン帝国を押し戻すよう命じた。しかしながら、 ニコポリスでオスマン軍に敗北すると、ビディンは完全にバヤジと一世に引きられたオスマン帝国の手に落ちた。オスマン帝国統治時代の晩年、ビディンはオスマン帝国に反抗したトルコ人のオスマンパズバントールが打ち立てた国家の中心となった。1850年、ヨーロッパにおける1848年革命の影響もあり、 事務思想による抑圧に不満を抱えていた農民の大規模な反乱が起こった。1885年のセルビア・ブルガリア戦争の間、ビディンはセルビアの軍に支配された。セルビア軍は多数であったが、ブルガリア軍はこれを打ち破った。ビディンには2つの保存状態の良い中世の要塞パパ、ビダとカレトがあり、この他に多くの古い聖教会の制度がある。 セーパンテレーモン聖堂、ペトカ聖堂、グレートマーター、デメトリウス聖堂、ユダヤ教のシナゴーグ、モスク、18世紀後半のトルコ人の統治者、オスマンパズバントールの諸子、1798年の十字型の弊社、この他に多くの修復された古い建物が並ぶ。ビディン郊外には1973年より強い中派の放送局があり、その電波は、 容易にヨーロッパ全域に届く。放送は 576kHz 及び 1224kHz で行われ、出力は 500kW である。576kHz の走波のために 259m の視線付き等があり、下部にカゴ形アンテナを有する。1224kHz の走波のために4本の視線付きの等があり、 地面から絶縁され、それぞれに、カゴ型アンテナを有する。ビディン基礎自治体には、その中心であるビディンをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。